皆様、本日は JBDF 北海道プロフェッショナル選手会会長鈴木俊会長にインタビューを行います。鈴木俊先生、めぐみ先生、今日はよろしくお願いいたします。ざっくばらんね、いろいろと語っていただければと思いますので、よろしくお願いします。こちらこそよろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。現在 JBDF 北海道では新型コロナウイルス感染拡大防止のために9月10月に無観客にて大会を開催しました。いよいよ来月11月22日札幌市豊平区体育館にてプロフェッショナル部門も開催いたしますね。はい、今年は2月16日に全道クラス別ダンス競技会を開催して以来、すべての競技会やイベントが開催中止となり、半年以上にわたって非常に大変な期間を過ごしてきました、そうですね。特に A 級選手は選手権が開催できなかったこともあり、自分のダンスを披露する機会が全くなくなってしまい、選手としてモチベーションの維持や、いろんな面で大変でした。そうですよね。選手としてはですね、活動の場所が制限されてしまったということで非常に辛い期間だったと思います。そんな中ですね、先月末、9月27日日曜日に JBDA 北海道プロフェッショナル選手会主催でファンミーティングっていう名称でダンス愛好家のためにダンスを、ね、披露するイベントを開催したようなんですけども、そのイベントを開催するに至った経緯だったり、当日 そのイベントの、ね、感想などはお話ししていただけますか。はい、当初毎年8月に選手会で主催しています、チャリティーオールスターダンスフェスティバルというものが毎年開催されているんですけども、今年は、新型コロナウイルスの影響を受けまして残念ながら開催が中止となりました。そうですね。はい、その中で、選手会員がなんとか、自分たちの踊りを披露する機会がないかということで、模索した結果、今回9月に開催したファンミーティングを開催するに至りました。中心となったのは、佐藤圭介先生が、はい、が実行委員長になって中心となって活動してくれました。当日は、ダンス愛好家の皆さんも、あと選手会員の人たちも久しぶりに自分たちのダンスが披露できる、また、愛好家の人たちは久しぶりに先生方のダンスが見れるということで、とても両方とも とても楽しんでいただけたと思います。でも結構早い段階でチケットも完売したっていうふうに聞いてるんですけど、はい、今回、チケットに関しても、新たな試みとして、オンラインでの、そうですよね、QR コードかなんかで読み込んでね、はい、いろいろ新しい試みをしてみて、早い段階でおかげさまで売ることができました。いや確かにね、毎年ね8月頭にやってるイベントも相当な勢いで売れ行きがいいイベントですから、それがね狭き門というか、やっぱり人数制限してる開催したイベントですので、相当な競争倍率というか、はい、を勝ち抜いたダンサー愛好家が当日訪れたんじゃないかなと思います。まあいろいろ、ね、そういう経緯があったということで、まあ9月の末ですから開催して約3週間ぐらいね、経過したということで、当日もね当然ながら感染対策もバッチリだということで何事もなくてよかったですよね。社交ダンスはですね、人と、ね、接する距離が近いですから、一般的には新型コロナウイルスに、ね、感染するリスクが、ね、高いって思う方が、ね、多くいらっしゃると思うんですけれども、しかし逆にですよ、我々社交ダンス業界にいる人たちは相当気を使ってると思うんですよ、自分も含めてなんですけども。で、選手やインストラクターはもちろんのことなんですけど、まあ、生徒さんやね、イベントに足を運ぶダンス愛好家の皆さんも、感染防止対策にご協力いただいて、そして無事に過ごすことができているっていう状態ですね。はい、その通りです。おかげさまで日々のダンス指導なども、問題なく過ごすことができております。ぜひいいでしょ台本ね読んでますか。いいでしょ、はい、頑張って。生徒の皆様には、いいですよ。生徒の皆様にはご不便をおかけしておりますが、現在行っている対策の効果もあるのか、
通常業務やイベントでも感染が広がることはありません、うん、はい、全く起きておりません。そうですよね、まあ、先ほどもね言いましたけども、競技会でも選手がね踊った後にこう係の人がね、選手が踊り終わった後にこうやって椅子をね消毒する作業をしたりだとか、ここ正直ここまでやるのかっていうぐらい対策をしていますので大丈夫なんですよ、正直なところ。ただね、まあもちろん油断できませんけれども、みんなでここまで協力してやってるっていうことで参加される方もね、安心して参加されているんじゃないかなと言ってもね過言ではないのかなと思うわけですよ。まあそんなね対策をね継続しながら、油断せずですよ、今後も継続しながら、いよいよ来月11月22日に北海道ダンス選手権っていう選手権ですから、プロフェッショナル選手全員が、ね、出てくるというプロフェッショナル部門も開催しますけども、選手としては今どのような心境なのかっていうのをねちょっと聞いてみたいと思いますけども、どうですかね。はい、そうですね、まず一番最初に出てくるのは、今回このように僕たちの踊る機会を作ってくださった JBBA 北海道野村会長を筆頭にすごくありがたいと思っております。本当に今年もしかしたら、僕たちが競技会というものに出れるタイミングがないのではないかと思う時もありました。他の全国にある選手会の人たちともお話をして、他の地域では全く開催されてないというようなお話も聞いたりしますので、このように自分たちの踊りを日頃の練習の成果を披露する機会を作ってくださったことにとても、感謝の気持ちがいっぱいです。はい、ありがとうございます。めぐみ先生はいかがですか。コロナウイルスの影響で、ちょっと長い充電期間を過ごしたわけなんですけれども、各選手が楽しんで、競技会に参加をして、さらになんかこう一皮むけたといいますか、さらに進化した、鈴木組であったり、チャンピオンの先生方であったり、いいダンスを、よりいいダンスを愛好家の方にもご覧いただけたらなと思います。当日はちょっと無理ですけど、はい、はい、まあでもね、当日は無観客で行いますけども、このような形でね、実況動画を撮影して皆さんにねお届けする予定もありますので、ぜひね皆さん、プロの競技をねお楽しみに待っていただきたいと思います。まあインタビューね、あっという間に時間過ぎてしまいましたけども、本当はねもっとたくさん聞きたいんですけども、まあ時間の都合もありましてこのぐらいにしますけども、最後にね、非常にね贅沢なお願いさせていただくんですけども、ダンス愛好家のね皆様、インタビュートークだけじゃなくて実際の踊り見たいですよね。ということでちょっとだけダンスをこの場で披露していただくことって可能ですかね。もちろん喜んで踊らせていただきます。はい、そうですか、はい、言ってみるもんですね。ありがとうございます。まあ台本通りなんですけどね。ということで、まあお礼にね大会撮るって、先ほどね実況動画撮るっていう話しましたけども、鈴木俊めぐみ組のねダンスね、ちょっと他のペアよりも多めに撮ってお礼に変えさせていただきますから、その分しっかりビュッとかっこいいところね踊ってほしいと思いますので、では後ほど撮影しますのでここら辺で。はい、お願いします。かっこいい、ありがとうございます。いやありがとうございました。いやさすがね現役プロの踊りすごいですね。まあ、皆様にはね生でね直接見てほしいところなんですけども、今年は無観客ということで来年ぜひ楽しみにお待ちしていただきたいと思います。来月11月22日は実況中継という形で映像をお届けすることに
になっている予定ですので、お楽しみにしていただきたいと思います。鈴木先生、めぐみ先生、今日はどうもありがとうございました。来月楽しみにしてますので。こちらこそありがとうございました。全国のダンス愛好家の皆様、来月の現役プロのダンスをお楽しみになさってください。そして来年はぜひ会場で直接お会いしましょう。それでは皆様、さようなら。さようなら。